ジェットカーとは、阪神電気鉄道の所有する、主に普通列車に共する鉄道車両に付けられた愛称。本校では、車両性能面のほかに、青道車との故障の由来となった車両塗色についても記述する。ジェットカーは、日本で初めての高架減速車両である近畿日本鉄道のラビットカーに次いで、日本で2番目の高架減速車両である。 阪神では1950年代前半から車両関係者、技術者や電機メーカーなどと高加減速度車両の開発を行っていた。愛称は従来の車両をプロペラ機に例えるなら、この車両はジェット機に匹敵するぐらいの加速、減速の良さであるという比喩から名付けられた。5001型は軌道加速度時速 4.5kmS だが、この数値は 日本の鉄輪式の鉄道車両の中で、阪神が唯一である。原則ども、日本の鉄道車両では、トップクラスであったが、こちらは、JR 東日本 E233 系レ番台ンダ及び、相鉄12000系に並ばれている。阪神では、駅間が非常に短いため、古くから普通用と、急行用を区別して、車両を運用していたが、車両の大型化に際し、 最も路線環境に適した普通列車の専用車両を試作し、各種試験を行い量産され現在に至る。ジェットカーに類する高加減速車は、京阪電気鉄道の2000系、近畿日本鉄道の6800系などが存在したが、いずれも沿線人口の増大に車両増備が追いつかなくなり、通常の加減速度を有する車両と並結されたり、不随車を連結されるなどして、 高架原則運用を解除された。阪神の未高架原則者が生き残ったのは、もともと沿線が成熟しており、沿線人口の増大が緩やかであったことや、普通列車の運用本数が少なく普通、専用車両の維持がしやすかったこと、本線の平均駅間距離が短いことなどが、理由とされる。急塗装車は、クリームとウルトラマリンブルー、5500系原型車と550 55系は、 アレグロブルーとシルキーグレー5500系リノベーション車は、ラピスブルーとモダングレー5700系は、カインドブルーを基調とした塗装となっており、このように青色を基調とした塗色から、青銅車とも呼ばれる。ジェットカーは1965年9月15日実施のダイヤ改正から1968年4月6日まではダイヤの関係で休日ダイヤでの埋めだ。 甲子園間の一部の不定期準急に使用された以外は一貫して普通列車として運用されている。一方特急、急行に使用される車両は赤道車と呼ばれており、車体色で列車種別が識別できるという実用性も兼ねたカラーリングとなっている。ただし2020年6月に運用を開始した向川線専用に短縮改造された5500系。 ワンマン対応編成については、青系塗装を止め、全4編成で色を違えたオリジナルの塗装としている。5500K までは、伝統的に全車電動車であったが、5550K では、ジェットカーで、初めて付随車が、編成内に一両挿入された。5700K では再び全車電動車に戻されたが、それぞれの戦闘車の片側台車には、主電動機を装備していないため、 実質的な MT 比は 5550K と同じく 3M1T 相当である。注釈出典。ありがとうございます。